温室効果ガスの比率と放出源及び吸収源。温室効果ガスとは、大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより、温室効果をもたらす機体のことである。水蒸気、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンなどが温室効果ガスに該当する。近年、 大気中の濃度を増しているものもあり、地球温暖化の主な原因とされている。京都議定書における排出量削減対象となっていて、環境省において年間排出量などが把握されている物質としては、二酸化炭素、メタン、ア酸化窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、6フッカ用の6種類がある。IPCC 第4次評価報告書では、 人為的に排出されている温室効果ガスの中では二酸化炭素の影響量が最も大きいと見積もられている。二酸化炭素は石炭や石油の消費、セメントの生産などにより大量に大気中に放出されていると言われる。これに対する大議論も一部見られるが多くは科学的論拠によって反論されている。また気候変動が 世界各地で顕在化していることなどから、温暖化の主要因として相関性の高さが問われ、さらに悪化傾向が懸念されている。2015年、環境省などが、温室効果ガス観測技術衛星、いぶきの観測データから、2016年中にも、推定経年平均濃度が、温暖化の危険水準である 400ppm を、超えてしまうと報告した。 水蒸気も温室効果を有し、温室効果への寄与度も最も多い。蒸発と降雨を通じて熱を宇宙空間へ向かって輸送する働きも同時に有する。人為的な水蒸気発生量だけでは優位な気候変動は発生しないが、全体的には蒸気のような物質が気候変動の引き金となり、水蒸気はその温暖化効果を増幅するとされる。 この水蒸気の働きの一部だけを捉えて温暖化に対する会議論を主張する者も,も一部いる。地球温暖化係数とは二酸化炭素を基準に各種気体が大気中に放出された際の濃度あたりの温室効果の100年間の強さを比較して表したものである。2016年10月15日、木狩りで採択されたオゾン層を破壊する物質に関する モントリオール議定書の改正で100年地球温暖化係数として再定義された。世界の主要国の排出量は2010年時点でに酸化炭素に換算して約427億トンに達している。2010年時点での各国の排出量は中国が一番多く、それにアメリカ、インド、ロシア、日本、ブラジル、ドイツ、インドネシア、カナダ。 イランと続く。また、国連の株機関であるアンフシシシー事務局の集計結果が温室効果ガスインベントリにて公表されている。参考、2010年の国の温室効果ガス排出量リスト日本における温室効果ガスの排出量は2007年度に過去最高を記録した。その後、リーマンショックの影響で2008年度、 2009年度と2年連続で排出量は前年度の水準を下回った。2011年の福島第一原子力発電所事故の発生後、電源構成が原子力から火力に変化したため、2011年度、2012年度と2年連続で排出量は前年度の水準を上回った。日本の温室効果ガス核物質の割合詳細な数値は、 日本国温室効果、ガスインベントリにおいて公表されている。これは日本から正式に気候変動枠組条約定約国会議に提出されている値である。ありがとうございます。